皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはカルダノエイダハイドラドゥームのテストキャンペーンを発表、エイダ価格が反応です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノの開発会社である IOHK は近々実施されるハイドラテストキャンペーンを発表しました。ハイドラプロトコルで構築されたゲームタイトルドゥームのトーナメントとしてパッケージ化されたこのスタートアップはスケーリングソリューションの限界を押し広げる計画だといいます。ハイドラへの期待。発表によるとハイドラドゥームデスマッチは来月から開始される予定です。ゲーム化されたテストは段階的に行われ、ボットと人間の両方が登場します。第1ラウンドはプレイヤー対ボットですが、第2ラウンドでは実際のプレイヤー同士が対戦します。トーナメント参加者は様々な商品で10万 USDM を獲得できます。カルダノはメインネットをスケーリングするためのソリューションとしてこのプロトコルを開発しました。ハイドラドゥームはチャールズ・ホスキンソン氏がハイドラのイノベーションのショーケースとして推奨している有力な DApp の一つです。このプロトコルがハイドラで関連テストを実施するのは今回が初めてではありません。このテストで得られたパフォーマンスと統計をもとにプロトコルをさらに開発していきます。以前のテストでハイドラドゥームは約1時間で合計300万件のトランザクションを記録し、1663グローバル TPS を達成しました。失敗したトランザクションはなく、一定して1000件を超えるトランザクションを記録しました。さらにハイドラドゥームは1時間のチェーン負荷が 14% を達成しました。コミュニティと市場の反応。カルダノは今月も市場で最もパフォーマンスの良い暗号通貨の一つです。エイダの価格が1ドルを突破しましたが、トップクラスの市場アナリストはまだ始まったばかりだと考えています。ハイドラドゥームテストに対する最初の反応はコミュニティの興味をさらに刺激しました。カルダノエコシステムの多くのメンバーがテストイベントへのサインアップを確認し、エイダ価格のセンチメントを高めました。暗号通貨市場の全体的な勢いに乗ってカルダノは新たな高値を取り戻す体制が整っているようで、現在のエコシステムのアップグレードはこの目標の達成に役立つかもしれません。いかがでしょうか。また一つ具体的な好材料が発表されましたね。エイダ価格に直接影響するこのタイミングで実施されるのがまた嬉しいですね。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。